は使われなくなったギリシア文字の一つ。現在は数字の900としてのみ用いられる。紀元前6世紀から5世紀のアナトリア半島のイオニア方言で、後のイオニア方言では、シグマシグマと書かれる場所に t のような形の文字が使われている。例、ラムダオミクロンオミクロンシグマ、より小さい、オミクロン、40。また、ギリシア語が借用した非ギリシアの英語文明の 言語にもこの音があったようであり、百用語や固有名詞にこの字が出現する。例、シータラムダシグマ、海、ラムダ、オーム、ハリカルナッソス人。キプロス文字で書かれたアルカディア方言でも単なる、S とは異なる文字を使用しており、おそらく破殺音だった。歴史的には、キリシアソゴデキー、タイ、テイラー・ワッツに由来する音がまず、T、ないし、TS。S のような音に変化し、はこの音を表していると考えられる。後に、アッティカ、ボイオーティア、クレタ島の方言では、タウタウ、それ以外の方言では、シグマシグマに変化した。文字の起源は不明だが、ts という音を表した点から考えれば、フェニキア文字の茶でに由来するかもしれない。ただし、茶でならば本来、パイの後ろに置かれるはずで。 数字としての賛否がオメガの後に置かれて900を表す点は異なる。フェニキアも実はデに由来する文字としては、シグマと同じ S を表すために一部の地域で使われたがあるが、この文字との関係は明らかでない。壺に描かれたヘラクレスとネッソス紀元前7世紀末のものという壺には、ネッソスの名前がオミクロンシグマと書かれている。通常のギリシア語では、 イプシロンシグマシグマであるため、この、は、実際には、のつもりであったとする説がある。より確実なものとしては、エフェソス湿度の紀元前7世紀から6世紀前半の、国分に、数字の4と40を、シグマ、オミクロンと書いた例がある。ユーロマイナス型の賛否通常の文字として使われなく、なった、は、おそらく数字の900を表し、賛否の名で呼ばれる文字として生き残った。 三ピという名称は、ビサンチン時代に付けられたもので、おそらくニューパイ、ピーパイのようなという意味である。ディシグマという別名がある。現在の字型も、文字の名称も中世以降のもので、本来の文字名称は不明である。ゴート文字では、のような形をしており、数字900としてのみ使用される。文字名称は存在しない。キリル文字で900を表す、は、を表す文字であった。 ありがとうございます。